うっすっすー、来ました。皆さんお待ちかね、待望の、みんな大好き洗車動画でございます。ね、今日はまあ、ちょうど雨に打たれたばっかで、めちゃくちゃバイクも汚いんですよね。雨に打たれました。土砂降りっす。もう最悪だよ、洗車したばっかなのによ。なんか洗車した日って次の日とかに結局雨降っちゃいますよね。結構洗車あるあるだと思うんですけど、これはするしかねえと、この気を逃すわけにはいかないということで、天気もいいし今日は最高の洗車日和だしね。でまあちょうどねバイクもめちゃくちゃ汚いことだし、コイン洗車場の方に行こうと思うんですけど、初めて行く場所なんでどんな感じかわかんないんですけども、もしかしたら外れかもしれないし当たりかもしれないし、当たりだったらね泡とかすごい綺麗に出たりとか、水も綺麗だったりとか、スペースも広くて、なおかつ貸し出し用のバケツとかもあったりとか、水が無料だったりとかねするんですけど、外れのところはそういうのほとんどなくて、料金だけなんか無駄に高いっていう。まあでもね今日はやっと洗車と、まあでもね今日はやっと洗車動画撮れるということで、もう洗車できればいいや。お、桜きれい。気持ちいい、マジ。あったかくなってきたからさ、ヒートテックの上にパーカーで結構薄着なんだけど、マジで気持ちいい。あとやっぱね、薄着だとこう首回りとか可動しやすい。久々にコイン洗車行くから楽しみだな。いつも家の前とかでやっちゃうんですよ僕。今日は動画撮るっていうことで、やっぱ広いスペースのところでやりたいじゃないですか。だから洗車場に向かっておりまーす。気持ちいい。てな感じで到着したらまたビデオ回します。どこだいどこだいどこだい、これなんじゃね。くそー、うえー、あーいいじゃんいいじゃん。一番左故障らしい。よいしょ。はい。じゃあこっち行っちゃおうか。いいね。よいしょ。ふう。すげえここ。はい、到着。これが洗車前の状態です。だいぶ水垢ついてるね。キャリパーあたりも汚いし。で、このマフラーの部分とイヤフェンダーのところ。テール周りめっちゃ汚いね。マジで。こっち側から見たとき、この辺はもう見れたもんじゃないですね。汚すぎて。だこの辺重点的にやっていこうかな。よいしょ、ジェットエア。
行圧100円500円コインのにしようかな。 OK。 うわいいね、晴れてきて。水が足りなかった時よりね、使うために持ってきたのと、ブラシとかちょっと足りるやつでちょっと心配なんで、いつも使ってる自前のブラシたちを持ってきました。さてと、自販機あったっけ。あるな、使えるか。コイン洗車場あるある、100円玉に両替しないと何かと使えなかったり。じゃあマジマジ新500円玉ポンコツやな。ドクターペッパーでしょ。うわこの感じかっけえな、ピットに入ってる感じ、いいね。ちょっと写真撮ろうと。ああいいね。おお、悪くないよ。やばい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 、これか。いきなり出てきたよ。よしタイムアタックだね。10分か。ああでも高圧っつってもめっちゃちょうどいい。これぐらいの高圧が、これぐらいの高圧求めてた。気持ちいいね、フェイス。気持ちよさそう。バイクの洗車方法って、こう上から、あーってこう、かけて、で、前からかけたみたいな。よく言うんですけど、気にせず、やっちゃいますね。すげえ。これで高圧になるんだ。おお、すげえ。おい。ああ、この足回りのところ、高圧で洗浄できるのめっちゃいい。うえ、うえ。バブル。え？バブル出ないの？嘘でしょ。
一応コーティングはガラスコーティングしてるんで、いつももう泡染色をしてワックスとかかけずにやってます。やべ、全然時間足んなかった。泡もやったし、ブラシもやったし、まあいいでしょう。でもヘルメットかぶりながらの選手はなかなか修行だね。これ普通に酸欠になるし、何より熱い。よし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 、いいぞ、いい感じだぞ。よし、にしてもこのシュワラスターの吸水タオル、うん、こんな吸水するからね、すげえよ。こういうリバーマークのところもちょっとね、吸い取ってきれいにしなきゃ。マジピカピカ、この輝きよ。やっぱ H2 最高だな、かっこよすぎるって。うん、残念ながら立ちこけした傷までは洗い流せないようだ。こういう隅っこも拭いてあげて、よいしょ。でリアとか下のテール周りに関してはこっちの別のタオルで拭きます。やっぱりこのテール、足回り、泥とか見えないぐらい小さい砂粒とかがあるんで、それを拭ったタオルでカウルも拭いちゃうといつの間にか小傷だらけになっちゃうんですよね。だからそれを避けるために別のタオル使ってます。よいしょ、全然泡残ってるけど、いや、ご了承。おらおら、うわ、最悪。ちょっと待って。最悪なんだけど。OK。でもよく見るとね、この太陽当たって乾いちゃった部分とか水垢になってるんで、こういうのパーッとまた濡らしてあげて、で、拭き取ると。こうすることによって、水垢なしのピカピカに仕上げることができます。 OK。 よしよしよし、OK。 拭き上げ終わりました。ピ
カピカ。見てくださいよ、このヌルテカな輝き。やっぱガラスコーティングすごいっすよね。いいじゃん、最高。ごそそしちゃうな、ね、いやーガチャピカピカになったね。よいしょ、洗車も終わったことだし、ピカピカになったし、行きますか。いつも喜んでるわ。よいしょ、お桜きれい。よし、めっちゃきれいになった。いいね。いやマジで汚かったからな、超きれいになったわ。いやなかなかタイムアタックでしたね。10分しかないのと、どれがどれだかわかんないし、あのホースから全部出てくるかと思ったら、なんか泡ブラシみたいのと、あれか、コンプレッサー、エアガンはまた別にあって、多分あれ全部把握してたら10分で丸く収まると思うんですよ。でも俺ちょっと初めて行って、もう何にもわかんない状態でやったんで、全然あれ1回でも行ったことあれば余裕だと思います。最後エアーコンプレッサーもプスってこうやるやつ、プスプスって最後の最後の方に気づいて、でちょっとやって終わっちゃいましたからね。なんならもう全部やりたかった。細かいところまでの吹き上げ、まあ嫌いじゃないんですけど、やっぱ時間かかっちゃうん で、あと吹き残しとかも出てくるんで、やっぱそういう部分に使うエアガンは強いっすよね。なんかいつの間にか天気もちょっと曇りになっちゃったな。いやーでも洗車動画撮れてよかった。ずっと撮りたかったから、念願の動画撮影ですよ。もうまさか自分がやる日が来るとは思ってなかった。ちょっと待って、嘘でしょ。え？雨降ってきたんだけど。濡れてる濡れてる。やばいやばい。嘘でしょ。洗車あるあるすぎるだろ、さすがに。さすがにフラグ回収早いって。ガチか。普通に雨降ってる。だる。だる。嘘でしょ。めちゃくちゃ雨降ってきた。さすがにだるすぎる。うわーもう